バグっちゃってて、今。7個目さん、イカちゃんいらっしゃい。4さん、ここかじゃない。イカちゃんもここかじゃん。これ3個連続きついな。ドラエネアがバグっちゃって。さっきより小さい？え、なんでだ？待ってね。これ聞こえるかな。エネアがバグっちゃってて、今マイクもバグってるわ。なんで？今立ち上げ直してたら時間が。もう一回言おうか。7個目さん、イカちゃん、ぴょんさんいらっしゃい。広告。広告もありがとうございます。これノイズじゃない、エアコン。ごめん。今多分入ってる音はエアコン。暑くて。風量最大にしてるから。これちょっと下がったかな。もう戻ってますよね、普通にさっきと一緒。なんでバグったんだろう。これ映像もバグってるとかないよね。あまりの俺のやりたくなさが、機械が読み取ったのかな。そしたらね、ちょっともうやっちゃいますね。脳はいつも俺もバグってます。じゃあ一応ペヤング第3弾ということで、今ね、もう1弾2弾と今日やってきたんですが、3個目は、一応激辛というジャンルでやります。これは一応最後ですね。本当の卒業式は一番最後にありますけど、一応激辛の一応ペヤングの順番をね、順番じゃないや、種類はねイカちゃん誕生日なんだ。ありがとうございます。今日、極激辛のカレー味と極激辛担々味、極激辛ノーマルと、あと火炎ペヤング、春雨なんだこれ、エンドの春雨、ネギラー油、辛口ホルモンネギ、ラー油ガーリック、高菜明太子ということでね、9種類。9種類ね、やります。おめでとう。とりあえずちょっとね、サクサクやらせてもらいます。動画になるんで、すいません。こちら。いやー、どれが。ナボーさんいらっしゃい。これはまあ春雨エンドだろうね。キャンが43個目さんいらっしゃい。もう卒業なんでね。とりあえずこれはまあマックスエンドでしょう。賞味期限が2年ぐらい切れてる春雨。取れないな。最初にちょっとだけ全部食べて、混ぜるんでね。ああ、普通に辛いぞこれ。普通にこのエンドウも結構辛い。なんだこれ。何がもう全部赤いから何味かとかいう問題じゃない。でお腹いっぱいなんでね、もう今極力この1本ずつ食っていきます。一口でむせる。あ、これも結構辛いな。これごく激辛かな。ここ結構辛い。もうねお腹がやばい今。これ何味かも全然わかんないや。辛い系ってことですか。これ絶対色がやばい。辛い。あ、ここら辺辛い。これごく激辛ゾーンだ多分。ああ、これ、ここの、極激辛ゾーン。あ、これ、極激辛ゾーンですね。これ、俺でも辛いと思うもん。これは、なんだっけ、これ。あ、明太か。高菜明太。あ、でも俺、極激辛ね、初めて食べたけど、意外といけるんだね。何の味だこれ。ホルモン。ここにホルモンあるわ。これなんだこれ。ラー油？ラー油ガーリックか。1本。味なんてない。確かにこれ味ないね。クールのやつわかんない。見てないですね多分。俺ね、最近かな、それ。俺最近もう人の配信とか動画今見てなかったんですよね。自粛の時は。ここなんだ、これ。これが最後かな。辛くて美味しいならいいのに。あ、辛っ！ここやばい。バケタンが光った。さあ、じゃあね、お決まりでこれを。あ、辛いねこれ。あ、そうなんだ。今度時間があったら見てみます。いや、これ春雨取れないな。じゃあ全部をちょっとずつ入れてね、さっきみたく混ぜてみた。なんでもうどれがごく激辛か分かんないけど、かなり辛いのがありましたね。でもカレーだか担々だかって味が確かに分かんなかった。辛いしか。辛いってことは分かったけどあれだって3種類のこれ味入れてるはずなんだけど、全部辛いでしかなかったね。カレーの味とか分かんなかったね。これ全部で9種類あるから、さっきより少ない。まあ、どっちにしろでもここに多く入れたから全部食うわけではないんだけど。どれがもう一番辛いかわかんないぞ、これ。どこにあったかも忘れちゃった。でも、もうここまで来たら一緒だよね。そんな変わんない気がする。よし、ここで9種類。OK。OK。確かにさっきより少ないね。もうちょい入れるか。最後は全部。まあ、最後はこの枠ではやらないですけど。よし。じゃあ行くか。とりあえずこれを一回全部混ぜて。元のやっぱ辛いな。極激辛初めて食べたけど。あれはずっと食ってたら辛いんだろうね。一口食うだけだとそうでもないけど。ちょっと温めます。このペヤングメーカーを使うのももうこれが最後か。え、マジっすか？なんで？やっぱバグってる？音バグってる？バグってない？え、何が途切れ途切れ？これね、膝立ちしてるから疲れるんだよね、この体勢も。座ってやりたいね、今度っていうかもうないか。いやいや、普通に一口の極金でむせしみかけました。あ、マジ、一口がっつりバクって食べたんでしょ、多分。死んで、あ、これも春雨だけ明らかに分かるな。これでもう何がどこにあるか分かんない。多分ただ辛いだけだと思う。こんばんは。確かにちょっと麺の量は控えめにしてますけど、主が神殿になりそう。ちょっとこの混ぜたやついってみますね。ああ、一部の TS 見てたんですか。ああ、それ結構多いね。鉄火巻きの量は。いきます。ああ。混ぜちゃうとそうでもないな。うん。なんか確か味がないね。辛いだけですね。主が死んでないそう。野菜はうちに置いてないですよね。うん、どうでしょうね。多分、唐辛子には強いと思います。まあ、どんどんじゃあ、ちょっと油。もうちょっと麺入れるか、これ。まずラー油で。散歩じゃないけどね。ちょっと油で炒めますか。内藤さん、ここが出ます。まあ、混ぜてみた配信なんで。そう。だからね、今、油として使った。炒めるから。まあね、もうね、ペヤングは卒業なんで、今更説明する必要もないと思いますけど、うちの枠は、テーマにのっとったものを混ぜてって、どんだけ美味しくできるかっていうのが、一応ね、ペヤングなんで。ただ普通のペヤングを食べるだけの YouTuber とは違うんでね。ここだけはまあもうやらないんですけどだ今日のこの配信もね、それだけはちょっとね、一部二部。じゃあとりあえず辛みをどんどん足していきます。まずこれね、広告広さんが 300pp 以降に報告しました。カラカラ魚の粉だけ使います。タレは使わない。みーさんここからます。この粉だけ、これパサパサになりすぎちゃうかな。この粉結構辛いですよ、普通に食べたら。水分がなくなっちゃう。あ、でもね、この今水分ない状態だけど、こっから後で後々この水分が入った時にこの粉がね後々来ると思う。なんか絡まってるだけだもん今これやばいな。ちょっとだけなんかカラカラウオの匂いがする。ちょっとだけ食べてみる。カラカラウオの匂いがする。魚介系な。いきます。あら！うまっ！うまいな、これ。カラカラ魚つながりで。カラカラ魚つながりでね、こちらです、今度。水分が足りないな、水分が。水分が足りない。え美味しそうだった。今も美味しそうじゃないこれ。ポテトスナックってでもなかなか炒まらないからね。本当に辛いのかなこれ。あっ、うん。ポテトスナックあったかくなったらうまいよ、辛いけど。辛いけどうまい。このポテトスナック。じゃあどんどんいきましょうか。どんどんいけますね。もう時間があまりないんでね。自分の体力の限界の時間が。とりあえず辛いものどんどんいけますね。これはまあ入れてもあんま味変わんないと思うから。ディリンディリンディンバリカツオ、ディリンディリンディンバリカツオ、バリカツオ、ディンディンディン。これ何がバリカツオなの？これか。これ何？カツオ節チップスみたいな感じ？ピントが。ああ、かつお節チップスみたいな感じだ。臨済なして1年賞味期限切れてたんだけどね。ベビースターにしか見えない。ちょっと汁気が足んないからいきましょうか。じゃあ汁気をちょっと。あ、ハローシュラグさん、ありがとうございます。じゃあね、ちょっと早めの段階ですが、会場移動します。行ってしまうのか、会場を移動してしまうのか。何の予感？金属音嫌いな人すいません。キーキー言っちゃうか。もうこのまま全部バゴって入れたいな。恋の予感。こんばんは、コツです。なんか嫌な予感、いらっしゃいませ。じゃあ行きます。とりあえず、今これね、辛いペヤングが9種類混ざって、さらにいろいろ入ったものです。こちらにちょっと汁っ気が欲しいので、こちらを足します。一撃カレー。一撃カレーいきます今日は。優秀の美見させていただきます。優秀の美。空手のカレー初めて見たピョン吉さん。一撃カレーです。これもまあまあ辛い。でもまあ18金よりは辛くないかな。匂いがさあ、これで激辛とカレーどっちが勝つかだな。カレーしか勝たん。いきます。あー、唐辛子が勝ってる。唐辛子が勝ってる。あ、カレーの味がそんなに来ない。ちょっと予想外。うん。唐辛子が勝ってる。本当に。あー、めっちゃ辛い。じゃあ次いきます。知ってますか？見たことある？本当はこれヌードルで辛いんですけど、ちょっと今回は韓国のアカン。そう、これ多分俺もドンキで買ったんだと思うんですけど、このねソースが辛いっていう噂。うわ、すごいなんか黒いね。カレーみたいな色になってる。ちょっとスープ。あ、でもなんか全然普通の。あー、辛そうだわ。いや、赤くなりましたね。バグった。なんでさ、これ自動延長オンになってるんだけど。え、自動延長オンですよ。何もいじってないよ俺。なんで30分で切れたの？今来てますこれ映像。クラットラック放送の米読みを開始します。おかえり。来てるよ、ヨンキチさん。あ、今。なんでこれオンになってんのに。一人で喋っちゃってた。帰りなさい。ありがとうございます。素人だ。しかも今、超辛いところで切れやがった。やばい、喉が痛い。じゃあね、これもらったやつね。あ、そうなんですか。誰かさんにもらったね。ピント合わないね、なんか白飛びしちゃってギリギリでしたね。草先輩いらっしゃい。微妙な衝撃で、いやいや、ちょっと鼻水が、辛いの食べると鼻水出てくる。鼻かんでいい？鼻水がやばい。色がやばい。ココイチのあれもまあまあ辛いですよね。でもやっぱね、この韓国の汁が結構味が強い。虫ってない。あ、辛くなったよこれ。あ、これ結構辛くなった。外配信はね、このペヤングが卒業したらしばらく自粛がね、制限をされてますけどやってますんで。はあ、辛い。意外と辛い。じゃあこれね、汁で攻めるしかない。汁で見せるだけで。本当にこれ本当はね、ちゃんと食べれば美味しいんですよこれ。ちなみにごめんね、これ袋を準備してなかった、開けるの。これね、そのまま食べると美味しいんです。あ、これを食べたい、そのまま。ぴょんさんが送りましょうか。じゃあこれクール宅急便で。熱湯3分だった。準備してなかった。これちょっとエアコンつけていいですか。地獄の沼みたい。当たり前ですよ、欲しいって言うんだもん。クール宅急便で。ぴょん吉さん、俺住所知ってるんで送ろうと思えばマジで送れるんですけど。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、3分待たなきゃいけないから、ちょっと休憩。汗が噴き出てくる。辛いな、意外と。汗が噴き出てきた。いろいろ限界だよね。もう食欲もお腹もペヤングへのメンタルも全部限界今。何これ、おにぎり入りって。違う。あ、おにぎりに合うとか。おにぎりも買わせようってこと。なんかこれの色がさ、辛くないように見えてくるもん。これ見ると。なんか、中本のスープがあんま赤くなく見える。色味がなんかちょっとあれかな。カメラの性能が。かけます。あー、辛い。熱い。やばい。ベロが。熱いのやばいね。熱いから余計に辛い。熱い。めっちゃベロが熱い。もうなんか汗がね、本当に噴き出してくるんですよ今。みんな見せてあげられないけど、ちょっと汗がね、頭と顔から髪の毛びしょびしょ。久々にこんななんか引き出してくる。やっぱ辛いんだね。極激辛があんだけのちょっとの量で来てんのかね。まあでも3種類混ぜてるから、ちょっとの量もちょっとの量じゃないのかね。薄くなった色でも辛いんでしょこれ多分。いきます。辛い。もう何の味か分かんない。ああ、辛い。何の味か分かんない。最後に行きますか。最後に行きます。5年間のペヤング総決算ですね。まあただね、ちょっと急だったんで、国内最強のサドンデスしか買えてなかったんですけど。国内最強のサドンデスです。ただね、本当はウルトラデス買いたかったんだけどね、日本で売ってないから。これ味変わっちゃうよね。でもちょっとデスソースの味ってなんか辛いだけじゃなくてさ、なんだっけ、タバスコみたいな味だから。結構入れたぞ。サドンデスにしては結構入れたかな。そう、独特の酸味。うわ、匂いが一気に毒物の匂いに変わった。これがね、一応第3部激辛の最終到着地点となります。いきます。食べますか。多分デスソースの味しかしないんだろうなこれ。じゃあね、最後にこれ3部全部混ぜたフィナーレ配信っていうのね、この後やります。いらない？うわ、ドロドロ、やば。この量でも死ぬかな。やばいな、ちょっと怖いな、久々に。今がやばいから。いきます。え、マジ？いただきます。うまっ、うまいぞこれ。うまい。うまい。やばい、これもうマジデスソースの味しかしない。もうちょっと食べないとな。もう卒業だから。いやー、これウルトラじゃないけど辛いな、サドン。いや、サドンデスも結構やばい。入れすぎたかな。てかマジデスソースの味しかしなくなっちゃった。この量でも多分やばい。いただきます。うまい。やばい、なんかいろんなとこからね吹き出てくる。3本締めっていうから、ね、最後に3回目もう1回これを食べて、やばい、お腹がもうなんかキュルンキュルンしてる。いろんなところが今体のなんかね、体のあちこちがなんかういういってなってる。ういって、やばい、拒絶反応起こしてきてる。あ、縦割れさんらしい。最後いきますとね、ペヤンガー配信5年間ありがとうございました。まあね、ちょっとフィナーレがまだあるんですが、第3部激辛これで締めようと思います。なんかもうプルプルしてくる。なんかもうなんかこの箸持つまででもうきついんだけど。いきます。観光が好きな一人が来場しました。やばい、久々にやばい味だわこれ。トマト汁麺にしか見えない。もうね、ほとんどデスソースの味ですね。もうどうしようもできないこれは。もう何も味が変わらない。もうここまで来ちゃうと、もう何入れても多分これ何も味が変わらない。あ、しんど。じゃあね、ちょっと第3部は一応これでラップしますね。あー、やばい。まあ俺辛いの得意だけど、まあ得意ですけど、もうね、そういうレベルを超えてるこれ。あ、誰か欲しければこれ住所教えてくれたらこれ着払いで送りますよ。俺の配信と同じ味を味わえる。まあただピョン吉って人は住所知ってるからな。そうそう、クール宅急便で。クール宅急便で送りましょうかこれ。ピョン吉だって極激から配信するって言ってしてないから、いまだに。これを食べさせるじゃん。心霊好きな人ありがとうございます。またね、来週からできればいいなと思います。あ、色見えてた、ごめんね、隠しちゃった。もうあんまり見たくなくてでも匂いはさ、パックしたら抑えらんないんですかね。どうなんだろう。したくない。やばい、本当にちょっと今もうお腹がしゃっくりが止まんなくなってきた。多分これ限界値に今達してるんだよね、辛みの。じゃあとりあえずフィナーレ枠をね、もう一回、ちょっと途中で枠切れちゃってすいませんでした。フィナーレ枠を取り直しますね。ちょっと心身ともにリフレッシュしていきます一旦。じゃあ第3部ペヤングね、激辛コーナーでございました。ちょっとね、お名前全部読めませんがあ、そうなんだ、湯切り。あ、そうだ、牛乳あるわ。じゃ、とりあえず一旦。でね、これ、今もう3部終わったんで、次の配信で最後になります。枠ね、今日ね。まあ、ちょっと、また片付けたりするんで、ちょっとお時間いただくんでね。寝る方はおやすみなさい。はい、生きてたらね。あ、死んでたらやんないと思うんで、もうこのまま。すいません。察してください。ありがとうございました。じゃあ、第3部激辛コーナーでございました。これを最後にフィナーレで全部、3個の部門を全部混ぜて食べようと思います。よろしくお願いします。失礼します。